この扉の先に生徒会長が。ようやくここまで来たわね。準備はいいですか、ユイ先輩。ええ、みんなで勝ちに行きましょう。はい、楽しく勝ってみせます。ようやく来たね。待っていたよ、サイドゼロのリーダー。君をずっと待っていたんだ。あなたが？そう、僕がこの学園の生徒会長、椎名勇気だ。ついに君たちは目的の場所にたどり着いたわけだね。ああ、僕もワクワクしているよ。君たちはどんな風にバトルするんだい？強いのかな？強いよね。そうじゃないと面白くない。そんな、強くないと意味がないみたいな言い方。意味なんてないのさ、僕にとってはね。実際弱いビルダーに何の価値があるんだい？あなたは間違っている。そうかな。現に君たちも力でここまで来たんだろう。僕と何が違うんだい？全然違います、会長。あなたは悲しい人。顔は笑っているのに目は笑ってない。少しも楽しそうじゃないです。当然だろう。だってみんな弱いんだ。いくらバトルしても全く熱くならない。僕の情熱を削いだのは他ならぬ君たちなんだよ。なのに僕が悲しい。言うじゃないか、一年生。君みたいな人間のそういう弱さを見せられるのが僕は一番嫌いなんだ。だから全力で叩き潰してあげるよ。さあ始めようか、サイドゼロ。久しぶりのバトルだ。もちろん楽しませてくれるよね。ついにこの時がやってきました。学園最強の生徒会長 VS サイドゼロ。この戦いを多くの生徒が待ち望んだことでしょう。この一戦でガンブレ学園の行く末、未来が決まります。強者を奉じる弱肉強食の場となるか、はたまた多くの楽しみ方を許容する新しい場になるか、その結末が今訪れる。学園最強の座は誰の手に？さあ、それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。サイドゼロ、気取った名前だ。その名の通り、今すぐゼロに、無に返してあげよう。始まりました、 G キューブ。実況は私、放送部部長釈野凛子が行いますよ。サイドゼロ、気取った名前だ。その名の通り、今すぐゼロに、無に返してあげよう。お任せください。当たって。私は逃げも隠れもしない。さあ、かかってきなさい。バトルは苦手ですけど、負けられません。
プレイヤー6撃破されました。じゃあ手合わせ願えるかな。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。プレイヤー4撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。あれ失敗した。まあ次をクリアすれば問題ないか。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ通常の3倍のスピードでいきましょう。お任せください。耐えて見せてくれ。食らいなさい。見えた。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんて強さなんだ。バトルは苦手ですけど負けられません。遅い。まだまだこれからだよ。やっぱり弱い。いや手合わせ願えるかな。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。美しいガンプラさばき、さすがです。とっておきです。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。ああ終わったね。次は何をしようか。プレイヤー6撃破されました。遅い。いや手合わせ願えるかな。耐えて見せてくれ。シャイニングフィンガー。えい。こんな技はどうかな。アタック。いや、このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。強さなんだ。キーパーツ回収クエスト開始。どちらが先にキーパーツを回収できるのでしょうか。来た。キーパーツ回収クエスト。どう狙っていくかは君に任せるね。プレイヤー6撃破されました。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。まだまだこれから。次のクエストで取り返しましょう。まだるっこしい駆け引きは必要ない。さあ戦おうよ。チームレッドキーパーツをダッシュ。このまま回収できれば高ポイント獲得です。あ、キーパーツだ。取り返さないと。外さない。プレイヤー1撃破されました。よくも。絶対に許さないんだから。チームレッド決めました。 G キューブにおいて最も大きなポイントが入りました。クエストが。ごめんなさい。次はもっと急ぎます。このクエストはチームブルーが持っていった。私たちがトップラです。レッドも負けていられません。なんて強さなんだ。目標を駆逐します。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。まだるっこしい駆け引きは必要ない。さあ戦おうよ。
討伐ターゲットが指定されました。さあ、どちらのチームが先に討伐することができるのか。このクエスト、君ならどう攻略する？このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんて強さなんだ。プレイヤー3、撃破されました。回収中です。少し本気を出そうか。チームブルー、これは大きなポイントです。強さなんだ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。さてと、どうやって潰していくのが一番退屈しないか。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリアです。さすが先輩です。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。あれ、失敗した。まあ次をクリアすれば問題ないか。やあ、手合わせ願えるかな。プレイヤー6、撃破されました。まだまだこれからだよ。楽しいよ、この僕が落とされるとはね。でもね、本当に楽しいのは勝ちを確信している人から勝利をあっさりと取り上げることさ。まだまだいけるんだろ。君たちの言葉を証明したいなら本当の僕を倒してみなよ。さあさあさあ、楽しい楽しいな。この力はものすごいプレッシャー。 これが会長の本気。どこまでも踊れ。僕を夢の世界へ導いてくれ。同じ機体が3体？もしかしてこれを全部同時に椎名くんが？物理的にありえません。可能だとしても相当なラグが発生して使い物にならないはず。そう、これは僕の能力、センスオブエクスパンション。僕はガンプラで人の確信を出した。今、戦いの火蓋が切られました。実況は私、シャフのリンコで最後までお送りいたしますよ。希望の火は消さない。ミカグラ・ユイ、出撃します。君たちはもう僕の巣の中。逃げられると思うな。喋るな。プレイヤー1、撃破されました。僕も絶対に許さないんだから。私は逃げも隠れもしない。さあ、かかってきなさい。プレイヤー4、撃破されました。プレイヤー5、撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリアです。さすが先輩です。君たちはもう僕の巣の中。逃げられると思うな。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。クエスト開始ですね。
足手まといにならないよう頑張ります。ターゲット確認。これより破壊するわ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリアです。さすが先輩です。プレイヤー5撃破されました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やった、ポイントが入りましたね。プレイヤー6撃破されました。やりましたねチームブルー、これは大きなポイントです。力を示す方法はまだ他にいくらでもあるんだよ。とっておきです。狙い撃つな。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。僕より先にクリアするとはね。楽しくなってきたじゃないか。逃げ隠れするつもりはない。道を開けろ。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。間に合わなかった。もっとことはエレガントに運ばないとだね。目標を駆逐します。プレイヤー4撃破されました。やりましたねチームブルー、これは大きなポイントです。僕より先にクリアするとはね。楽しくなってきたじゃないか。ターゲット確認。これより破壊するわ。チームブルーキーパーツをダッシュ。このまま回収できれば5ポイント獲得です。キーパーツ早く入れちゃいましょう。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。あんまり遅いと僕が全部終わらせてしまうよ。チームブルー決めました。 G キューブにおいて最も大きなポイントが入りました。やったー、回収成功。うまくいったね。やりましたねチームレッド、これは大きなポイントです。ああこれじゃつまらないよ。もっとあがいて僕を楽しませてくれ。逃げ隠れするつもりはない。道を開けろ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。僕より先にクリアするとはね。負ける、この僕が。いやいや、まだだ、まだ負けていない。僕の期待はまだ残って。私は頑張りました。私だけじゃなくてチームのみんなも学園のみんなも、この日のために、この時のために。だからだから私は一人じゃないです。みんなと一緒に、先輩と一緒にここにいます。だからあなたには、一人が強いと思ってるあなたには負けません。いっけこんな。
ことが。あれ？涙が。どうして？負けて悔しいのは当たり前です。悔しい？そうか。僕は悔しいのか。当たり前の勝利なんてないです。みんな勝つために頑張ってます。けど、それだけじゃ悲しいです。そのためだけにガンプラを作るのは寂しいです。マリカちゃん。負けたらまた立ち上がればいいんです。辛かったら助けを求めてもいいんです。だって私たちは一人じゃないから。一人じゃなくてもいい場所としてこの学園があるんだから。僕とは何もかも違う考えだね。でも負けた。そういう強さもあるんだね。はい、私がサイドゼロで学んだことです。そうか、そうなんだな。僕は生徒会長の座を降りるよ。今の生徒会も解散する。そして少し自分を見つめ直そうと思う。もちろんだ。君たちとのバトルは本当に面白かったからね。だからまた会おう、サイドゼロ。やったね、マリカちゃん。大活躍だったじゃない。すごかったわよ。うんうん、君とのコンビネーションも完璧だったよ。そうでしょうか。嬉しいです。でも勝てたのは私たちだけの力じゃなくてみんながいてくれたから。そうだね。これからはみんなで新しい学園を作っていかないとね。はい。先輩、また来たんですか？それは一緒にいてくれるのは嬉しいですけど、でも今日は生徒会で大事な会議があるって。あ、忙しそうですもんね、生徒会長って。全然作ってないんですか？それはダメですね。みんなが楽しくなるために学園を変えたのに、生徒会長が楽しくないのはダメです。だから今日は特別に先輩に協力です。サボりですね。ちょっと悪いことしちゃいましょう。先輩とガンプラ作るの久しぶり。生徒会長、生徒会長はいるか？うわ！話し声が聞こえた気がしたが、いないか。ここでもないとすると一体どこに？危なかったです。これでしばらくは大丈夫ですね。でも大鳥先輩また来るかもですから、このままここでガンプラ作りましょうか。実はこういう日のためにとっておきのガンプラ用意してあるんです。じゃーん、いっぱい作りましょうね先輩。